の方ができたようです。通路でお立ちのお客様、座ってる方が見えないように座るか、立ってるんだったら、テーブルの後ろか横かに、お移りください。よろしくお願いします。皆さんが楽しめるような環境作りよろしくお願いします。お願いします。あと日傘の方はすいません、畳んでください。よろしくお願いします。さあ、それでは参りましょう。はい、紹介いたします。青山学院大学ロイヤルサウンズジャズオーケストラの皆さんです。どうぞどうぞ。Thank you.
やってきました高槻ということで、去年も私たち青山学院大学ロイヤルサウンドジャズオーケストラ、この高槻ジャズストリートにフェスティバルに、参加させていただいたんですけれども、前回はちょっと奥の北芸術劇場でしたっけ、その中の3階のスペースでやらせていただいたんですけれども、今回はなんとこのグラウンドでやらせてもらえるということで本当にありがとうございます。今日はですね、皆様にこの暑い、まだ夏じゃないんですけどね、まあ暑いこの高槻を、盛り上がってるこの高槻を我々ロイヤルサウンドジャズオーケストラでもっと盛り上げていきたいなと思います。皆様お付き合いのほどどうぞよろしくお願いします。ご紹介しました、私本日司会を務めさせていただきます青山学院大学ロイヤルサウンドジャズオーケストラコンサートマスターの伊藤音也と申します。よろしくお願いします。さあ1曲目にお届けした曲は、スナーキーパピーとメトロポールオーケストラのアルバムの中から1曲、アチャファラヤという曲をお届けいたしました。ソロストリストを紹介したいと思います。オントロンボーンサラシタシンペイ、そして後ろの方に佇んでいるオンギター渡辺健翔。私たちロイヤルサウンドジャズオーケストラは、なんかさっきまでいらっしゃった阪大とかマソックさんとかでよくやられてるスイングとかそういったものはあんまりやらないんですけれども、その代わり皆さんを今よりももっと熱くさせるファンクとか、そういったものをそういったジャンルを主に取り扱っているバンドでございます。皆様私たちの今からの30分40分間どうぞお付き合いいただければなと思います。よろしくお願いいたします。さあ、早速続いての曲に参りたいと思います。続いての曲はですね、エレクトロデラックスというバンドの中から1曲お届けしたいと思います。少し雰囲気が変わるんですけれども、皆さんどうぞお付き合いください。それではお届けいたします、ノーランスです。Thank you.
続けてお届けいたしました。最初の曲は先ほども紹介いたしました通りノーダンスという曲をお届けいたしました。ソリストをご紹介します。オンソプラノサクソフォン大崎ハルト、そしてオンキーボードタケチェ、いやということで、そして2曲目お届けいたしました。こちらはまた、先ほどご紹介した、スナーキーパピーという、バンドからですね、バッドキッズトゥーザバック、ちょっと言いづらいですね、バッドキッズトゥーザバック、悪い子が帰るみたいな意味ですかね、バッドキッズトゥーザバックという曲をお届けいたしました。こちらもソリストを紹介します。1曲目に引き続きオントロンボーンストライクスターシップ、そしてオンドラムス竹村翔和、そしてオンギター渡辺健翔。さて今まで皆様に3曲お届けしてまいりましたけれども、いかがでしょうか。ロイヤルサンジャズオーケストラの演奏今楽しいよって人は拍手をお願いしたいと思います。ありがとうございます。皆さんですね、拍手をしてくださる皆さんにちょっとお願いがあるんです。我々何せ遠方から来てですね、ちょっと懐が怪しいかもしれないんですけれども、皆さん、もしこれから私たちがロイヤルサンズジャズオーケストラを続けていくためにですね、少し応援してあげたいなっていう気持ちとか、ちょっとあ、なんか可愛い子いるからとか、あ、なんかかっこいいやついるからとか、なんかそういった不純な動機でも構いませんので、もしお恵みいただけるよって方がいらっしゃったら、今前に後で出ていただける石脇サンタディックバンドのメンバーの皆さんが楽器ケースを持って徘徊しますので、よろしければお恵みをいただければなと思います。そのためにはですね、私たちいくらなんでも
いくらでも頑張って演奏しますので、よろしくお願いいたします。なんかパチパチパチって感じですね。もうちょっとあったら嬉しいななんて思うんですけれども、ここでそうですね、なんか話そうかな。私たちロイヤルサンジャズオーケストラ、昨年山のビッグバンドジャズコンテストで、6位入賞をいたしました。それでですね、今年も来たる8月17日18日ですね、カルッツ川崎という神奈川県にあるホールで、今年も大学生ビッグバンドジャズコン、大学生ビッグバンドの頂点を決める、コンペティション山のビッグバンドジャズコンテストが行われる予定であります。私たちもそれに出場予定なんですが、皆さん、私たち以外ではなく、この高槻ジャズストリート、たくさんの、大学生のビッグバンド、大学のビッグバンドがあったと思います。皆さん、特にロイヤルを応援してほしいんですけど、それ以外のバンドも少しぐらいは応援してあげてほしいなって思ってます。私たち日々、皆さんにジャズをお届けするために、楽しい曲をお届けするために、皆さんを笑顔にするためにやってまいりますので、また、高槻ジャズストリート以外にですもんね、以外にでも、大事なところで噛んだな、高槻ジャズストリート以外でも、またこちら関西の方とかいろんな方に回らせていただいて演奏をしていこうという予定を立てております。皆様、もしそういう機会が、我々ロイヤルがまたこちらに来る機会があったら、ぜひまた、足を運んでいただけてほしいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。拙い MC なんですけれどもね、ちょっと関西の人の前で MC するのすっごい緊張するんですよ。何せ関東のものなので、フィードバックとかあったらビシビシ言ってほしいです。なんかここがダメだよとか、もうちょっとそこ笑い取れるんちゃうとか、ほんまあかんなみたいなのあったらぜひ言ってください。よろしくお願いいたします。さて、ちょっと口が乾燥しすぎてきましたので、次の曲紹介に移りたいと思います。続いての曲、参りますのはこちら。ちょっと僕読み方がちょっと分かんなくて、調べても英語しか出てこなかったので、当たってるか分かんないんですけど、まあ、多分大丈夫だと思います。マックス・グリンチョク・ビッグバンドというところからですね、ラバーレーベルという曲をお届けしようと思っております。今まで私たちが演奏した3曲とはちょっと異なった感じですね。ディスコ調で皆さんが楽しく踊れるような曲となっております。もし皆さん、暑いけど、なんか体動かしたくなってきたな、ビール飲んだし気持ちいいなと思いましたらね、私たちがバックバンドとして演奏いたしますので、皆さん元気に踊っていただいたり、拍手してもらったり、なんか歓声フォーとか上げてもらったり、できれば嬉しいと思います。楽しんで聴いていってください。それではお届けします。ラバーレーベルです。
ラバーレベルでした。ソリスト紹介します。オンドラムス竹村翔馬、お前声流れちゃった。そして私オンアルトクス伊藤音也がお届けいたしました。ありがとうございます。楽番人生僕さっきの初ソロなんですよ。すっごい緊張したんですけど、皆様楽しんでいただけましたでしょうか。拙いソロでしたけどありがとうございました。ですね、我々ロイヤルのステージももうそろそろで終わってしまうということでちょっと名残惜しいんですけれども、もうちょっと、我々もちょっとあ今もう一回改めて言うんで A お願いします。我々ロイヤルサンジャズオーケストラ、楽しい曲続けてきたんですけれども、次はちょっと早いかな。ナイス。次が最後の曲となってしまいました。皆様、今までの4曲楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。ぜひ楽しかったよって人は、お気持ち程度にお金をチャリンと落としていただけたら、我々本当に喜びますので、泣いて泣いて喜びます。もう全員のところに行って差し上げますので、よろしくどうかよろしくお願いいたします。最後に曲なんで先にソリストを紹介したいと思います。ですね、オン・フルト・宇沢優。ありがとうございました。ここまでは我々青山学院大学ロイヤルサンジャズオーケストラが、務めさせていただきました。あ、ごめんなさい、忘れてました。キーボ長坂智郎、ごめんね、後でなんかおごります。ということで、すいません、気を取り直して、ここまでのステージ、私たち青山学院大学ロイヤルサンジャズオーケストラが、彩らせていただきました。ありがとうございました。最後の曲をお届けします。スナーキーパピーでトリニティ。
なんか好きなもの。
学院大学ロイヤルサンジャズオーケストラでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ご苦労様でございました。ありがとうございます。青山学院大学ロイヤルサウンズジャズオーケストラの皆さんでした。もう一度大きな拍手をお願いします。このそよ風にマッチした、ね、そうですね、うん、いい音楽で、おしゃれな、おしゃれな感じでしたね。いやー、暑かったのが徐々にこうね、緩まってきて、ね、程よい感じでいいですね。風もね、気持ちくなってきましたね。ね、気持ちいいですね。ね、よかったですね、お父さんね。どうぞ、大丈夫でした？息子さん、大丈夫でした？バッチリ、ありがとうございます。そう、青学やから、え、皆さんやっぱり原監督は皆さんやっぱりよくしてるの、よく見え、学校でも見るの。ああ、そっか。やっぱ関西人ね、みんなやから、そこら辺にあのね、箱根の原監督は、あ、そっか、さすが青学やね。そうですね、青山学院って僕らなかなか口にすることないもんね。そうですね、あんまり言わないです。うん、そりゃそうやね、学校の先生やから、そりゃそこの学校の人はよく見かけるよね。素晴らしいですね、いいですね。いや、もう本当にあの音楽もすごく楽しめる、いい、ちょうどいいぐらいの今感じになってきまして、そうです ね、これからあと2組ですけども、フィナーレに向けてどんどんまだまだ盛り上がっていく感じでね、いいですね。どんどん盛り上がっていけたら、うん、あのもう T シャツもどんどんやっぱ買っていただいて、もうあとは苦労しかない感じでございますから、ぜひ。